どうも、イブでございます。今回はこれらの写真を撮った時の様子を流しつつ、どういう風に考えながら撮っていったかっていうのをお話ししていきます。よろしくお願いします。今回のモデルさんはミカさんです。現代カルチャーとヴィンテージをミックスさせたような世界観をお持ちの方です。ぜひインスタのリンクを概要に貼っておきますのでチェックしてみてください。この日の撮影は2時間ほど撮ったんですが、その最後のロケーションですね。まずここを見た時に思ったのが、周りの木がフレームの役割をしてくれそうだなと思い、モデルさんにはちょっと下がってもらって、モデルさんだけスポットライトが当たってるような感じで撮ろうと、イメージしました。でカメラ内の設定なんですが、僕は基本的にはマニュアルでしか撮りません。ピクチャースタイルは忠実設定で、コントラストと色の濃さをマックスまで上げてます。色温度はケルビンを使ってます。ケルビンでイメージした色に合わせて、そこから色温度の補正で微調整を行っていくって感じですね。でこの時なんで近寄ったかっていうと、最初にイメージした周りの木がフレームっぽくなるって思ったんですが、全くならなかったんですね。一部分だけちょっと欠けてて、ちょっと不格好だったので近寄ってすぐ切り替えました。はい、1枚目の写真です。先ほど木のフレームはやめてっていう話をしたんですが、その木のフレームが手前に影を作ってくれて、奥にだけ光が当たってるって感じだったので、スポットライトっていうイメージは残しつつ撮りました。この写真のポイントは、背景の木の色がとても綺麗だったので、少し煽り気味で撮って背景の木を入れたのと、両側の手すりで後ボケ前ボケを作りました。前ボケができる場所はできるだけ前ボケを入れるように意識しております。写真のレタッチの仕上げとしては、背景の木に若干緑の部分があったので、そこをオレンジまたは黄色っぽく調整して統一感を持たせました。で最近気づいたことなんですけど、背景を広めに入れる写真を多く撮ってしまいがちだなということに気づきまして、これは完璧僕個人的な意見なんですけど、背景を広めに入れるポートレートってどちらかというとカメラマンの趣味趣向が強い方の写真だと思うんですね。やはりモデルさん的には表情がしっかり見れる写真が欲しいと思うので、なのでなるべく背景を広めに入れる写真を多く撮らないように意識しております。すいません。僕は全ての撮影でモデルさんファーストということを意識しております。モデルさんっていうのは写真の完成度のためにいろんな衣装を着てくださると思うんですけども、場合によってはすごい歩きにくい履物を履いてきてくださる時もあるわけですよ。例えばヒールだとか、とても硬いブーツとかね、そういったものを履いてくださってるにもかかわらず、じゃあ次こっちに立ってとか、じゃあ次こっち立ってこっち向いてみてとか、モデルさんにいろんな指示を出して振り回してしまうと、モデルさんも疲れてしまうわけですよ。なので一回立った立ち位置はなるべく繰り返さないように意識して撮影を進めております。僕普段そうなんですけど、外で撮るときは動きやすいランニングシューズを履いて撮ってるので、足への疲労っていうのはないんですけど、なのでモデルさんにはいつも申し訳ないなとか、とてもありがたいなっていう気持ちで撮らせていただいております。シンメトリーな背景、左右対称な背景を撮り終えたので、カメラの位置を変えて、作風に差をつけております。ここもそうなんですけど、モデルさんを動かすくらいなら自分が動けっていう感じですね。次に意識していることは、普段とは違う景色を写真に収めるということですね。例えば人間って立ったり歩いたりしている時って目線の高さって常に一定だと思うんですね。一瞬を切り取れる手持ちで扱えるカメラだからこそ、俯瞰で撮ったり煽りで撮ったりすることで、普段とは違う目線で物事を撮ることで見た人の印象に残すことができると思うので、僕はその目線の高さを普段とは変えるということを意識して撮ってます。今映し出している写真はちょっと映像とは違う場面の写真なんですけど、まさにこれがそうで、こういうポーズとかって普通に目線の高さで撮ることもできるんですけど、やはりそれだと普段とは変わり映えしない様子をこう切り抜いてしまうことになるので、あえてここで煽りで撮る、そしてさっき言った前ボケも入れることで印象に残るような写真が撮れたんじゃないかなと思うんですけど、あとこのミカさんのポーズとか表情がめちゃめちゃ上手で、この肘のつく位置とか手の位置とか、あと指先とか、もうほんと顔の角度とか腰の傾き方とか、もう全部がもうこの雰囲気にマッチしててやばいです。ほんと語彙力を失うレベルで、
はい、というわけでもっと喋りたいことはたくさんあるんですが、今回撮影した映像がここまでなので解説もここまでにしたいと思います。今回の撮影分で撮ったお写真については、動画の最後で載せるのと、さらに見たいという方は僕のインスタグラムをチェックしてくだされば、たくさん写真ございますので、そちらもチェックしてみてください。動画の概要にリンク貼っておきます。というわけでご視聴いただきありがとうございました。